どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらバレンタインコロシアムのめちゃくちゃ高速な週刊編成紹介していこうと思います。今回多分これがもう最速クラスに早いと思っていて、だいたい1周ね3分何秒とか3分3秒ぐらいで紹介できる編成になっております。まずもう編成の方から紹介していきましょう。でバレンタインイベントめちゃめちゃ報酬が美味しくて、ちょっとコロシアム見てほしいんですけど、バレンタインイベントのコロシアムっていうのはこんな感じで、でんこっちか、ごめんこっちだね。6枠潜在、キラー2種、軽減プラス、遅延2つ、レインボー、スパの絵みたいな感じ。で、まあ、運良かったら玉だら落ちたりとか、たい焼き落ちたりするんですけど、報酬めっちゃうまいんですよ。特に、まあ、ゆうこるチャンネル的に、キラー2種と軽減プラスとか、遅延っていうのはマジで需要高くて、すごい優秀なんで、まあ、今日はそんなバレンタインコロシアムの最速周回編成を紹介していきます。はい。概要はまた後半で話します。リーダーノアからです。覚醒8枠止めのノアです。スキブ上限解放潜在ですね。覚醒8枠止めです。エムです。スキルブーストプラス使ってあげてます。でからのノアです。8枠止めにスキブ上限解放潜在です。はい。でからのこちら、チェスターです。スキブつけてあげてください。でサノスです。スキブつけてください。でまあ最後にノアですね。スキブの覚醒8枠止めで上限解放って感じになってます。はい。ノア3体ともね、覚醒8枠止めつけてあげることで枝豆を消してるんですね。だからこれでまあパズル早くなるって感じになります。ちなみにノア全然ね、枝豆空いててもいいんですけど、空いてる場合はシンプルに一周4分弱かかるんで、どうしてもタイム遅くなるんですよ。だから3分数秒とかで回りたいときはもう絶対覚醒8枠止めのスキブ上限解放って感じになってます。まあ今日は実際にノア使ってね、バレンタインコロシアム周回していこうと思います。やっていきましょう。マジ強いんで、1階層からやっていきます。ちなみにこの遠征はもうダルマくんからお借りしております。はい。まず1階層、ノア打ちましょう。ノア打ってあげてずらしていきます。はい。これでワンパンしていきます。ノアの火力でワンパンです。上限解放潜在3枚入ってますので、これ利用して倒していきます。2階層です。2階層、ノア打ちましょう。これでワンパンしていきます。突破です。はい。3階層は M からのノア打ちます。はい。どうしてもノアってスキル進化は遅いんですけど、今回のバレンタインコロシアムだとこんな感じで、2コンボ組むだけで全員完走して殴っていけるので、めっちゃタイムは早いですね。はい。他のキャラと比べて火力の桁が違うので、まあ、すごい強いです。はい。4回そのまま打ちます。バレンタイン殺しにおいてはね。やっぱ全パラ5倍のバフってでけえからな。はい。これでしっかりとここも花火生成でワンパンしていきます。で、5回層です。5回層はフレンドのノア打ちましょう。フレンドのノア打ちます。はい。ノア打ってあげて、ずらしていきましょう。で6階層です。ノア打ちます。はい。でダメージ無効貫通はノア勝手に発動してるので、これでまたずらしてワンパンしていきましょう。2コンボで突破です。なんかノア接待と言わんばかりにコンボ吸収1個もないの、なんかすごいな。7階層です。ここもノア打ちましょう。はい。でこれでまあここもワンパンしてあげて、8階層はリーダーノアからのチェスター打ちましょう。リーダーノア打ってあげて、でからのチェスターで 10% グラビティからの消せない回復していきます。はい。いいなんか 90% 超根性なんで、これで消せない回復からのこう超根性まで削りで、ノアでワンパンです。ラストボスです。ボスはエムからのノアからのサノス打っていきます。はい。エム打ちましょう。ノア打ちましょう。でサノス打ちましょう。はい。でこれでしっかりとワンパンしていくという感じの変質になっております。はい。もうこんな感じでノア使ってあげれば2コンボでひたすら周回していけるんですよね。で、これでこの報酬よ。ちょっとタイム見ていきましょう。タイムもね。
タイムが1周だいたい3分6秒とかで周回できて、その上でキラーに6アーク潜在にダメージ軽減プラスに遅延2個も落ちるんですよね。で、去年って裏千住がなかったからダメージ軽減プラスの需要がめっちゃ高かったんで、ここが周回としてすごい美味しいって言われてたんですけど、もう今年だったらダメージ軽減プラスは裏千住で取った方が絶対美味しいので、わざわざあのダメージ軽減プラスのためにバレンタイン殺しを回る必要は全くなくなりました。ただシンプルに6アーク潜在とキラー2種類とダメージ軽減プラスと遅延2個とレインボースパネ玉だらですか、これが3分6秒で手に入るっていうのは結構報酬としては破格で、まあ、そもそも単純に軽減プラスの価値が下がったとか置いといて、単純に周回する価値の高いダンジョンになっていると思いますので、まあぜひねこちらねやってみていただければなと思います。じゃ最後代用も話していきましょう。さあここからは代用を話していこうと思います。代用に関してなんですが、まず前提条件としてスキルブースト28個を絶対につける必要があります。はい、スキルブースト28個がパーティーに必要なんで、この遠征これでちょうどスキブ28ですね。スキブ28は必須です。で、チェスターと M の枠でスキブ10にすればいいので、例えば、M の場所とチェスターの代用に関してなんだけど、チェスターは消せないプラス 10% 以上のグラビティがあればいいんですね。消せない回復プラス 10% 以上のグラビティで、M に関しては9ターン以内のダブル吸収無効スキルなら OK という感じになってるんですね。なのでこれを代用する場合に関しては、例えば M の場所をヘカテとかにしてね、スキルブーストも盛りますと。まあちょっと属性かぶっちゃうのであれですけど、まあ、M がスキビを持ちなんで、例えばヘカテにするとスキビ8個持ちになりますよね。ヘカテだったらこのヘカテをスキビ8個持ちとしてこの枠に入れてあげて、で残りの枠ですね、ここは、例えばハトホールとかですね、ハトホールこれ 10% グラビティ消せない回復とかもちろん OK ですし、あとは最近強化された桃園ですね。ちょっと待って、これ僕持ってなかったわ。桃園とかも全然ありですね。こんなんとかを残り1枠に入れておいてあげれば全然ありって感じになっております。はい、でもこれでスキルブースト漏れますので、まあ、あとはだから、このダブル吸収無効とは消せないグラビティの条件を満たしていただければなと思います。例えばもう、なんていうの、9体のダブル吸収無効だから、最近のキャラで言うとイルミとかもね、実装されましたよね。まあ、結構強化されましたよね。でももちろんこんなんでもいいです、全然。ほんと無限にあって、特に M の枠に関しては、9体以内のダブル吸収無効1ターンでいいんで、もう代用マジで無限にあります。なのでスキルブーストをねこの枠で持ってあげて、残り1枠に消せないプラスグラビティとして、まあハトホールとか、まあ、最後無課金キャラの桃園とか 10% グラビティプラス消せない回復スキルっていうのを積んでいただければ十分かなと思います。まあ、という感じの編成でした。編成自体もね、ノアさえ交換できればかなり組みやすいと思いますし、ノアを交換する価値のあるね十分な性能はしていると思います。まあなんでね、ぜひこちらの編成組んでバレンタイン殺し屋も挑戦してみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。